いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、カタカナでワンワンさん、ワンワン。はい、USA 一つです。はい、じゃあこちら開封して、今日発送まだ間に合います。はい、じゃあ後ろから見ていきます。こうですね。さあ、一番下、誰でしょうか。うん、どなただ。はい。あ、PJ モーランド。はい。確か一巡に行ったはずです。よいしょ。PJ モーランドさん。前 PB した時ちょいちょい出てましたけど、今日初めてかな。はい。うん。ね、高校生ですからね。大学生で一巡だったらまあ普通ですけど、はい、上位指名候補だったら。高校生ですからね。高校生だけで考えたら、何人目みたいな野手でね、特に。うん。はい。かなりな上位ということです。ローダーがなくなった。かなり量を掴んで、今日は、はい、用品だけで、よいしょ、2万円分ぐらいいってます。用品だけで。はい。アルトン・デイビスさん。で、クロウェルさんですね。こちらは中学生ですね。うん。タッパーはありそうですね。はい。今年高校1年行ってるかな？どうでしょうか？というところですね。まあでも、11番つけてんだもんね。先発の一角かな。はい。アンソニー・ブラウン・ジュニアさん。ですね。はい。で、シルエット。あ、とても丁寧に描いてるな。はい、ニコラス・ウィルソン。結構このレギュラーの手前にいる選手ってなんかすごい少なかったりする選手とかポチポチいるんだよなっていう、あんまり見ない。まあいろんなカードこう種類があるけどシルエットにしかいないとかそういうのもあるんで、はい、ザック・ストリックランドさんですね。50です。はい、だけ終わりました。ウィルさんちょっと気になるな。あとはまあちょっと投手多め、まあバッターもいますね。うん、はい、でレギュラーとで下枠が、はい、BJ モアランドさん、高校生の中ではかなりな上位候補でしたね。はい、じゃあこちらで今日発送します。またチャレンジします。ありがとうございました。